我が名はしがないウルトラオタク、どうもお手泣きですでございます。ということで今回はじゃがじゃん、ウルトラ怪獣シリーズより究極生命体アブソリューティアンの戦士アブソリュートタルタロスでございます。はい、ウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀にて初登場いたしました、謎のアブソリューティアンというですね、戦士究極生命体というものすごいね、名前を背負った戦士でございます。その中の一人アブソリュートタルタロスといったところで、ね、このアブソリュートタルタロスがいろいろなウルトラマンたちと戦う、はい、そしていろいろな宇宙人や怪獣たちを蘇らせね、もう宇宙を震撼させる大事件がただいま起こっているわけですね。といったところですね、このアブソリュートタルタロスめちゃくちゃ好きめちゃくちゃ好きというところで、ソルビ人形ほんとね楽しみにしてました。早く出ないかな、早く出ないかなと思っていたんですけども、ようやく発売となりまして、私非常に嬉しい嬉しいといったところで、今回はじっくりとソルビ人形見ていきましょう。じゃじゃじゃん、まずは足元からこのゴールドのね、この輝きがしっかり再現されていて、ちょっと、まあ、テカリはね、もちろん輝きはあるんですけども、ちょっと落ち着いた、ゴールドなのかなといった印象がありまして、この辺ずっと結構モールドは細かいのかな、足元のこんな感じね、つま先が尖ってる感じですとか、この辺の太もものモールドなんかも非常に細かいですね。股関節の部分とかなんか若干黒とか色が入ってたような気がするけど、ちょっとこの辺は塗装省略されてるかな。やっぱ黒が入るとね、色が全体的にやっぱ締まるので、ちょっとこの辺の塗装省略がぼけた感じといいますか、ちょっとぼやっとした感じはありますかね。で、ググッと握り拳をね、ググッと。手の甲にはこんな感じでね、赤い紋章というか、あるんですね。まあ、体の部分はね、やっぱちょっと塗装省略があるかなっていう気はするんですけれども、この腹筋の部分、お腹のね、この辺とかはすごくかっこよく再現されてるなって印象がありますね。胸の部分がですね、こんな感じでカラータイマーのようなデザインになっているのが特徴的でですね、まあ、カラータイマーのようにボコンと膨らんでるわけではなくて、むしろちょっと凹みがあるというか、その中に赤い模様が、あるのが特徴的で、この辺もなんだかのなんかあったりするんですかね。とりあえずただのデザインなのか、もしかしたらそのウルトラマンと対照的な、といったところで、まあ全体的なカラーリングも、まあ、ウルトラマンは全体的シルバーですけど、アブソリューティはゴールドですし、まあその対象の一つとして、まあこのカラータイマーポコンとあるものが、こうへこんでいる、で模様があるみたいなところも、ちょっとウルトラマンとこの反対対極みたいなものを表してたりするんですかね。そしてお顔です。ズズズンとかっこいいちょっとまあ、ちょっとモナガな感じもするかなって印象があるんですけど、目がしっかりと青く再現されていて、でもかっこいいね、かっこいいなタルタロス。どうこれ、あ、横顔、美しい。ヘイドゥ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 、あの始まりからいいですよね。はい。まあ、こんな感じでちょっと王冠をかぶってるようなデザインなのかなっていう印象があって、ちょっとなんかこう、メット、王冠をかぶってるようなデザインにね、見えますね。顔のラインはしっかりと黒も入っていて、すごい締まって見えてかっこいいですね。めちゃくちゃデザインが割とシンプルめで、こういったところも非常にかっこいいですね。あとは、このタルタロス、どこがかっこいいのかなって分析してて一つ思ったのが、この口元ですね。この口元もですね、まあこちらもまたウルトラマンと対極的で、ウルトラマンのデザインって少しね、口角が上がってるのが印象的なんですよ。本物の強者っていうのは、戦う時に実は少し笑みを浮かべるものだよって。ところが、まあ、成田徹さんのね、デザインされたウルトラマンの特徴なんですけれども、それに反して、タルタロスはですね、口がね、ちょっと怒り気味の顔をしてるんですよ。ちょっとこう口が下がってる、口角が下がってる。こういったところもですね、ウルトラマンと対極っていうものを表してるのかなって思いますし。で、この口元の感じがですね、まあ、内山守先生の書くウルトラマンの口にちょっと似てるなっていうのもあって、そういうのあって好きなのかなとかね、いろんなことを考えられますね。かっこいいってことばっかり出てしまって申し訳ないんだけれども、本当にね、タルタロスがね、大好きなんですよ。あの、タルタロスのね、声もね、美しさ
ありつつも、ちょっとねっとりしてて、でもちょっと驚々しさもあって、みたいな、この絶妙なラインの、この声の、感じ、喋り方がね、すごくね、いいですね。あとは、毎回ね、はじめましての方には、しっかりと挨拶してくれるっていうところもね、好きですね。やっぱだからね、言いたがっちゃうもんね。我が名は究極生命体。アブソリューティアの戦士。アブソリュートタルタロス。アブソリュートデストラクションまで言いたくなっちゃうもんね。で、横川ずーっと、こんな感じで、あ、でもこの辺、しっかりとゴールドが、ぐるりと、スカートの部分とかもしっかりと塗装されてるんですね。この辺はすごくいいですね。肩の部分がちょっとね、塗装省略されちゃってますけどね。この辺は仕方ないかな。顔のラインは、ベッド部分というか、後頭部までしっかりと、ぐるりと一周塗装されてるんですね。上半身は黒い成型色で、スカートの部分しっかりと、おー、すごいな。嬉しいですね。このシワの感じとかもすごく細かいじゃないですか。タグカードがこんな感じで、ウルトラ怪獣シリーズ EX なんですね。EX ということは、なるべく皆さん早めに手に入った方がいいかもしれないですね。まあ、早々になくなるということはないかもしれませんが、EX ナンバーは次生産されるのがいつかわからないというか、ね、生産されない可能性もあるので、一時生産で終わる可能性もあるので、ぜひともですね、早めに買った方がいいかもしれないです。究極生命体アブソリュートタルタロス。身長56メートル、体重6万2000トン。時空を超える力を持つアブソリューティアの戦士。過去から強力な戦士や怪獣を集めて光の国を狙うといったところで、このザ・キングダムとは何なのか、アブソリューティアとは何なのか、みたいなところがですね、きっと次のね、運命の衝突では描かれていくのかなっていうところなので、非常に楽しみですね。かっこいいよ。かっこよ。うるさまでね、タルタロスさん見れたんですけど、超かっこよくて、一部のタルタロスさんは、アクターさんが、ギャラファイ、まあ、今回のウルトラマントリガーもですけど、中に入ってる方が、同じっぽくて、タルタロスのタルタロス、タルタロスなんだみたいな、何を言ってるかわかんないですよね。はい、ちょっとそんな風にちょっと感動する部分もありましたと。はい。アプロク用のタルタロスさんのスーツ、すごい出来が良くて、そこもかっこよかったです。はい、そしてですね、じゃじゃんと、まあ、毎回恒例ですね、ウルトラマントリガー第14話ですか、黄金の競技の感想をね、ちらっと喋りたいなと思うんですけど、黄金対決、ダン黄金対決。ね。いいじゃないですか。ああ、でもちょっと黄金は黄金でも、黄金の色合いが違う。いいね。やっぱり、どこから喋ろうかな。あ、そうだ。まあ、ディアボロさんがさ、まず出てきたところで、まあ、今回、やっぱ初登場なわけじゃない？アブソリューティアンの新たな戦士、ディアボロが、まあ、どういった活躍をするのかってところで、まあ、タルタロスさんは比較的控えめだったんだけど、やっぱディアボロさんのね、やっぱ初戦ですから、デビュー作ですから、まあ、そういったところで、割とディアボロさんに、出番をね、譲った感は、ありはしたんだけれども、アブソリューティアンが、まあ、他にもね、3体残りいるよってなった時に、こうタルタロスの立ち位置がどうなるのかなっていうのがすごく気になって、そのキャラファイオイルの陰謀の堂々とした威厳のものすごいオーラのタルタロスさんがやっぱ好きだから、他の仲間たちがこう来たことによってちょっとこびへつらうような感じのタルタロスさんになったらどうなのかな、ちょっと嫌だなって思ったんですよ。うん。なんだけれども、ディアボロさんとの関係を見ていて、タルタロスの方が、やっぱ上下関係が上っぽいんですよね。といったところで、ね、タルタロスがこうガッと止めたことによって、ディアボロは、ふってば一歩下がるし、みたいな。やっぱそういったところで、うわ、タルタロスさんのこのカリスマ性、しっかりと受け継がれてる、いいやんみたいなところも、すごく嬉しかったですね。でね、まあ、もうなんかもう今回も何が良かったっていうか、もう全部良かったんだけど、坂本監督の、もう演出、アングル、まあ、爆薬の量、ね、見せ方、もうすべてが良くて、ちょっともうなんかもういろいろ語ってたら長くなっちゃいそうなんだけれども、まあそうですね、ウルトラマンリブットがさ、まあ来たわけだ。まあリブットも来たし、まあタルタロスも来たしってところで、まあギャラファイの物語がちょっと動くぞってところで、
まあ、そういったところもすごく楽しみにしてたんだけれども、いいね。あのね、BGM で、あの、トリガーの世界観から、ギャラファイの世界観に一気にこう、雰囲気がこう変わる。あの瞬間、じゃーん、じゃじゃじゃーん。我が名は究極生命体、アブソリュートの戦士、アブソリュートタルタロス、名乗りで、うわ、一気にギャラファイの雰囲気に変わったみたいな。今までカルミラ、ダーゴン、ヒュドラムが、こう、わちゃわちゃ暴れてて、すごいこう、トリガーの雰囲気がいっぱいだったんだけど、一気にその、やっぱタルタロスがガッと、BGM がガッと流れて、こう、名乗りをすることによって、ギャラファイの雰囲気にこうガラリと変わるあの瞬間、そしてウルトラマンリブットだよね。リブットのテーマがダンツダンダンダンダラダラダンツダンダンダンダラダラ、ギャラクシーレスキューホース、ウルトラマンリブット、エタニティコーレスキューする、かっくやーかっくやーみたいな、ギャラファイの雰囲気に一気にこうガラリと変えてくれるあの切り替わりの瞬間が僕はすごく好きですね。トリガーの雰囲気からギャラファイの雰囲気にあの切り替わる瞬間が、うん、たまんなく好きでしたね。で、まあ、次回はさ、ウルトラマンリブットが、ああいう人間体ね、まあ、本格的に活躍するっぽいじゃないですか。あー、てか、土屋神葉さんよかったなー。今回はまだちょっとチラッとしか出てきてないんけど、ウルトラマンリブットの駒田航さんの雰囲気とか、リブットの土屋神葉さんのあの雰囲気が、なんかすごい妙にこう親和性があって、なんかウルトラマンリブットを人間体にしたら、もうまさにあのイメージだよっていうのを土屋神葉さんが演じられていて、すげえよかった。次回ね、カッツスパークレンスできっと変身するだろうから、ケンコとダブル変身とかね、グングンカットとかあるんちゃうかみたいなところで、そういったところも、うん、楽しみですね。まだね、ウルトラマンの重圧をちょっと抱え込んじゃってるケンゴくんが、ウルトラマンリブットと触れ合うことによってどう変わるのか、どう成長するのか、グリッタートリガーエタニティは使いこなせるようになるのかってところも、まあ、次回すごく楽しみですね。次回来週はあれですよ、アブソリューティアの新戦士アブソリュートディアボロが、あーね、ソフビ化されるし、あとはあー、いろいろナースデッセイ号もついに、あのナースの宇宙竜のわーみたいな細長くなるのかみたいなところも楽しみですし、いやー、すごい、また次回も見どころが多そうなので、楽しみにしたいと思います。まあ、今回見て一つ思ったのは、やっぱ坂本監督は天才やなと天才ってああいうこと言うんだなって思いましたね。うん、すごいもう度肝抜かれました。もうどこがいいとか言えないです。全部良かった本当に。なのですごいね、楽しかった、楽しい回でしたね。いやー、次回も楽しみです。以上、タイキャスでございました。それではバイバイ。